皆さんこんにちは。桜坂46の楽曲のオークでセンターを務めている藤吉かりんさん。クールでミステリアスな雰囲気がありますが、笑顔が可愛くてメンバーやファンから広く愛されています。楽曲制作やパフォーマンスが大好きで、 MV やライブでは表現力の高さを発揮している彼女。しかし一部のネット上では、笑顔がぎこちない、ダンスが下手と嫌われているようでした。その噂は本当なのでしょうか。詳しく調査してみたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。桜坂46は坂道グループの一つで、2016年に欅坂46としてデビューし、2020年に改名。欅坂46のクールでかっこいい雰囲気を引き継ぎつつ、少年少女の葛藤から女性のたくましさへパフォーマンスが変わりました。グループカラーは白で、何色にも染まれるをコンセプトに、表現力の幅の広さを次々と見せてくれます。そんな桜坂46のメンバーとして活躍している藤吉かりんさんは、2001年8月29日生まれ、大阪府出身。かりん、かりんちゃんという愛称で親しまれています。桜坂46の2期生で、デビューシングルから2作連続でカップリングのセンターを務めました。一見クールな印象がありますが、関西弁で話したりよく笑ったりするので、ギャップに燃えるファンが大勢います。名前の由来は、暑い夏でも小さい風鈴一つの音で周りの景色を変えてしまう、そんな存在だそうです。とても素敵な由来ですよね。足が長くてスタイルが良いので、雑誌や TGC でも活躍。 165.1cm という高身長が本人は嫌で、グループの冠番組で身長を低めに計測し、一時期公式プロフィールが 159.6cm に書き換えられていたことも。私服制の高校に同期の竹本結衣さんと通っていましたが、卒業式に周りが制服で来ていたので恥ずかしくなり、卒業証書だけもらって2人で帰ったそう。学校や集団行動が苦手で、ただ生きているだけの人だったと話しています。将来の夢もやりたいこともなく悩んでいたところ、坂道合同オーディションを見つけて両親に内緒で応募。一次審査に合格したことを打ち明けると、両親は背中を押してくれたと話しています。ショールーム審査では実名を出さないルールですが、かりん、あっと何度も言ってしまいました。また自己アピールでは、20秒間黙って体育座りしたとか、2018年の高校2年生の時に欅坂46、桜坂46の前身の2期生として加入。合格後、誰かに求められるような人間になりたいとブログで目標を掲げます。グループ加入前から坂道グループのファンだったのかは不明ですが、欅坂46では元メンバーの鈴本美優さんが大好きと話しました。グループ加入後、欅坂46の2期生と欅坂46、日向坂46の前身3期生の上村ひなのさんと一緒に武道館で行われたお見立て会で初めてステージに立ちます。お見立て会を終え、存在している意味があるのかもしれないと少しだけ感じたとブログで前向きな気持ちを明かしました。また2期生だけのイベントおもてなし会ではそれぞれセンターに立ち、藤吉かりんさんはノーボディでセンターを務め、セクシーな魅力を披露。2019年5月9から11日に開催されたサードイヤーアニバーサリーライブでは、君をもう探さないの2番でセンターポジションに入り、加入間もないメンバーと思えない高い表現力でファンの心をわしづかみにしました。デビューシングルから2作連続で桜エイト1、2列目に選ばれ、さらに収録曲ではセンターに抜擢。フォーメーションの発表当時、桜エイトに選ばれなかったメンバーを思って心苦しさを覚えたそうです。しかしだからこそ、今まで以上に丁寧にパフォーマンスしていきたいと真剣に楽曲に向き合うことを決意しました。
センター3人体制によって楽曲の雰囲気が変わるのが楽しみで、枠にとらわれない多様性のあるグループにしたいと意気込んでいました。また同期の田村穂乃さんから自由にやってもいいんだよと励まされ、それからは自由にやるようになったといいます。その成果もあってメンバーから前より伸び伸びしていて変わったと言われるようになったそう。2期生は桜坂46に改名してから楽曲制作にしっかり携われたので、藤吉かりんさんは制作やライブが大好きになったと話しています。サードシングルの表題曲流れ弾では3列目が6人いるうちの右から3番目のポジションにファースト、セカンドで同じく桜エイトだった1期生の小池みなみさんは3列目の左から3番目でした。桜エイトで亡くなったことについて公式メッセージアプリで結果を残せなかった、悔しいと胸中を吐露しました。しかし2番には歌のソロパートがあり、MV でも桜エイトと同じくらいカメラに映っています。桜エイト経験者として小池みなみさんと一緒に3列目を引っ張っていくという意味があってのポジションとも見られます。グループ加入当初に掲げていた必要とされる人になるはすでに十分叶えていると思うので、これからの藤吉かりんさんの活躍も楽しみですね。藤吉かりんさんにはいろんな感情を出せる高い表現力があります。欅坂46はクールでかっこいい曲が多かったため、その雰囲気を巧みに出していました。桜坂46に改名しセンターを務めたカップリングの曲では一転、初めて彼氏ができて浮かれる女の子や片思いして苦しむ女の子を見事に表現。セカンドシングル偶然の答えで MV の監督を務めた林のぞみさんも藤吉かりんさんの表現力を高く評価しました。言葉で伝えるのが苦手な代わりにその時の感情を大事にしてパフォーマンスで思いを伝えたいと話しています。そんな藤吉かりんさんはふにゃっと三日月目になる笑顔が可愛くて魅力です。一期生の小林由依さんは笑わせたくなるからという理由で藤吉の壁というキャッチコピーをつけました。また同期や先輩から可愛いと愛されていて、特に一期生の渡辺梨沙さんと小池みなみさんはかりんちゃん好きをテレビや雑誌で公言しています。また藤吉かりんさんにはミステリアスな雰囲気があり、もっと知りたいと思わせる空気をまとっています。言葉で多くは語らないけれど心にいろんな感情を持っていて、喜怒哀楽をしっかり見せてくれるので、いつの間にか気になる存在になるのかもしれません。メンバーと楽しむこともある一方で、一人で漫画やスマホを楽しみたい時もあるといいます。同期メンバーは藤吉かりんさんの気持ちを尊重して、一人でいたい時は一歩離れてくれるので居心地がいいそうです。17歳で加入した時より髪型やメイクが大人っぽくなり、ミステリアスに加えてかっこいいオーラも感じるようになりました。またそのかっこいい雰囲気が元メンバーの平手友梨奈さんに似てると話題に、楽曲制作やライブパフォーマンスが大好きで胸の内に熱い思いを持っています。桜坂46になって初めて楽曲を世の中に発表できたので、達成感を覚えて楽曲制作が好きになったそう。2020年は自粛期間によって楽曲制作もライブも思うようにできなかったため、2021年7月に W 欅フェス2021を有観客で開催した時はブログで喜びを語りました。活動できない期間が長かったからこそ休まずに制作やパフォーマンスをしていたいと思うそう。楽曲やパフォーマンスにも真摯に向き合い、アイドルとして大活躍を果たしている藤吉かりんさんですが、一部のネット上では笑顔がぎこちない、ダンスが下手と嫌われているようでした。その噂は本当なのでしょうか。どうやら藤吉かりんさんが嫌い苦手と言われる理由は大体3つくらいに分けられるようです。1つ目は藤吉かりんさんは加入初期から
笑顔が気持ち悪いという声がちらほら出ていました。本人も自分の嫌いなところとして笑顔が作れないと書いています。しかしこれは加入初期の話だそうで、現在はグループ活動が増えてメンバーと打ち解けていくと、こちらを癒してくれる笑顔をよく見せるように、アイドルデビューした頃は笑顔がうまく作れないと悩んでいました。心の中では楽しんでいるけれど表情に出すのが難しかったそうです。藤吉かりんさんが嫌われている2つ目の理由は勉強が苦手ということ。藤吉かりんさんはテレビ番組でおバカキャラとしていじられることが多いメンバーです。とある番組の回答があまりにもひどすぎると話題になり、ネット上では自分も相当なおバカだから人にあまり言いたくはないけどこの回答はひどすぎと言われてしまいました。ちゃんとした大人になってほしいということを思う人がいるのかもしれませんね。しかし藤吉かりんさんのおバカ回答でその時の番組はとても盛り上がっていました。テレビでは勉強ができる人ばかりではなく勉強があまり得意ではない人も重宝されますよね。ですから藤吉かりんさんにはこのままでいてほしいという意見の人も多いのではないでしょうか。藤吉かりんさんが嫌われている3つ目の理由は絵が下手ということ。勉強の他に絵が下手という声も藤吉かりんさん自身絵が下手で知られていると発言しているので、下手というのは間違いないかと。いっそのこと乃木坂の生田絵梨花さんみたいに画伯として番組を盛り上げてほしいですね。藤吉かりんさんが嫌われている理由をまとめてみましたが、どれもアイドルとして必要不可欠な要素ですし、欠点があるからこそステージ上でのパフォーマンスがより一層輝いて見えてくるものです。藤吉かりんさんはアイドル活動の他にもドラマ出演など演技の仕事にも力を入れており、これからますます活躍の幅が広がってくると思うので、一部の批判的な意見に惑わされず自由に過ごしていってほしいですね。今後の動きにも注目していきましょう。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。